よいしょ。試合前だけちょっと集中してなんだ。よし、どうしよう。まだ来てない。おっそ。しゃあ、フルカツさん今日休みや。マジ最高よ。しゃあ、テンション上がっちゃう。よっしゃ、よいしょ。しゃあ、ゆっくりストレッチできるわ。よいしょ。OK。 よっしゃ。疲れた。いやー、一人だとやること結構限られるけど、古田さんなんかあったらめっちゃ練習はかどるわ。はあ、めっちゃいい練習できた。うわ、そうや、今日あいつもらっけ、ここ座ろう。座ってみたかったっちゃね。うわ、めっちゃ気持ちいい。よし、オッケー。よし、もう一踏ん張りやるか。しゃあ、マジ今日いい練習できた。最高だ。よし、早めに終わったけ、今日は買い物でも行こっかな。うわ、古田さんから連絡取るやん。何ポカリ買ってきてって、マジ遠いって。こっからマジだれ。わかるぜ。コンビニ近くからやね、自分で買えよ、ポカリぐらい。
お邪魔しまーす。あ、お疲れ様です。大丈夫ですか？お、サンキュー。ちょっと電気つけていいですか？あ、いいよ。ポカリ買ってきました。あ、ありがとう。そこに置いてくれ。あ、一度ここ置いてきます。おう、ちょっとトイレ行くわ。あ、大丈夫ですか？大丈夫ですか？ああ、結構なんか吐いてそうな感じだったんですけど。最近ちょっとこういうのあってな。え、最近？え、でも今日から体調悪いんじゃないですか？いや、実は結構前から悪くて。そうなんですか？でも昨日普通に練習したんで、なんか風邪かなとか思ってたんですけど。ああ、そっか、すまんな。ああ、まあでも大会近いんで、まあそうですね、直す方を優先した方がいいですね。じゃあちょっと僕もう大会近くて、ちょっとこの後予定もあるんで、ちょっともう帰ってもいいですかね。もう帰るか。そうですね、ちょっと大会近いんで、でちょっと失礼します。あ、ちょっと待ってくれ。はい。お前に話しとかないかんことがある。え、なんですか？え、座った方がいい、座った方がいい。はい。実はな、はい、もう監督には言ってあるんやけど、はい、俺実は風邪じゃなくて、はい、 BQ っていう病気にかかってしまったんや。なんすかそれ、初めて聞きました。それは聞いたことないやろな。この病気はな、70億人に1人の珍しい病気なんや。70億人に1人？え、それって世界で1人しかかかんないじゃないですか。要するにそういうことや。で、俺は今余命宣告されとって、もうあと1ヶ月以内にこの世からおらんくなる。だからもう大会にも出れんし、お前たちと一緒にバレーすることはもうないと思う。今年のキャプテンは俺がやっとったけど、来年のキャプテンはお前がやるんや。だから、この俺の意思をお前にちゃんと受け継がせないかんと思って、今日は家に呼んだんや。だから、俺の夢だった春高のセンターコートお前らには叶えてほしい。頼んだぞ、新キャプテン。My love.